はい、こんにちは、黒さんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ね、今撮影使っているニコン Z30 の比較をやっていこうと思います。で、まあそんなにね、こだわった比較じゃなくて、この空間、この室内空間でできる範囲のね、比較をやっていこうと思うんですけど、まあ、今回ね、この動画を撮ろうと思った理由として、僕の予想以上にこのニコン Z30 だったり、ZFC だったり、ニコンの APS カメラ、の画質、取っ手出しのね、画質がすごい良かったんですよ。なので、最近会う方に結構ね、Z30 だったり ZFC のカメラ結構おすすめさせてもらってます。で、本当に個人的に気に入ってるので、まあ、このね、比較をやっても大丈夫なんじゃないかなと思って、今回ね、この比較をせっかくなんで、ね、撮ってみようかなということでやっております。はい。で、比較していくカメラ機材なんですけど、僕が持ってるカメラ、この3つに今現状なってます。でもうそろそろ多分この XH2S だったり Z6II を一旦手放そうかなと思ってます。 Z8 っていうねカメラを購入しようかなと検討しているので、このあたりがねなくなっていくかなと思うので、一応ねその前に比較用として撮っておこうと思っております。でまず一つ目はね、こちらニコン Z6II を使って、二つ目がこちらですね、富士フィルム XH2S。 こちら APS 用カメラとなってます。ニコン Z6II はフルサイズで、でもう一つはねソニー α74、 こちらもフルサイズカメラとなっております。で今回はこの3つと今撮影使って Z30 をね取り比べをしていくんですけど、今ニコンの Z30 はピクチャーコントロールについてなんですけど、ピクチャーコントロールがスタンダードではなくてポートレートモードっていうのを使ってます。なのでニコンに関してとソニーに関してはピクチャーコントロール、まあ、そのクリエイティブルックっていうんですけど、それをポートレートにしようかなと思っております。で富士フィルムはそれがないのでスタンダードで撮っていこうと思います。で一応この XH2S とソニーの α74 に関してはログ撮影っていうモードがあります。コントラスト再度ね下げて後調整するっていうモードがあるんですけど、基本的に僕の動画はね大体そのログ撮影撮っております。で今回みたいなねニコン Z30 はログじゃなくて通常モードで8ビットっていうね通常モードで撮っているんですけど、本当にねこの8ビット通常モードの画質がすごい綺麗だったので、まあ、そのねカラーグレーディングだったりそのログ撮影必要なしじゃないかなと思って今回撮ってるんですけど、まあ、一応ね比較としてそのログ撮影も載せれたらなと思っております。で特にこの XH2S を購入してからそのログ撮影以外のスタンダード状態動画を撮ったこともなかったので、まあ、この環境でね撮っていこうと思ってます。で一応今回ねこの室内の環境で撮影するんですけど、もちろん野外の撮影とかだとこの Z30 よりフルサイズカメラの方がね明るいところ暗いところの階調が出やすいのは間違いなくあります。で特にこのログ撮影できるカメラに関しては後編集でね本当にすごい広いダイナミックレンジを撮れるので、野外の動画撮影はやっぱりこのねログ撮影できるカメラが有利となっております。ただ室内環境でねこういう光を自分でコントロールできる環境であれば本当にねそのログ撮影する必要もないんじゃないかなと思ってますので、そのあたりでね比較をしていこうと思ってます。でそれとレンズに関してなんですけど、レンズはちょっと今回バラバラになってます。で Z30 に使っているレンズは18-140で、ニコン Z6II が24-120、富士フィルム XH2S が16-80で、ソニー α74 は単焦点レンズ 20mmF1.8 となっています。なのでソニー α74 は APS モードのクロップ状態で 30mm で、こっちはね大体 30mm あたりに合わせて撮っていこうと思っています。はい、ということで始めていこうと思います。はい、それではねニコン Z6II に切り替えました。先ほどはこのねニコン Z30 撮ってて、今はフルサイズカメラの Z6II に切り替えてます。で今回の動画の比較としての、基準なんですけど、色味は全部整えようかなということでこちらを使ってます。これかなりねおすすめなんですけど、銀一っていうメーカーのシルクグレーカード、グレーカードっていうものになってます。で物自体はねこんなものになってます。これはね半分に切ったものなんですけど、これでホワイトバランスを調整しております。これ絶対におすすめなので、もし購入されてない方がいたらぜひ購入してください、してください。まあかなりおすすめなので、ね、購入おすすめします。でこれはホ
ホワイトバランスをねきっちり出すものなんですけど、カメラでねオートホワイトバランスっていうモードがあります。ただこういうね比較だったり正確な色、その光源いろんな光がね回ってくる環境でしっかり色を出そうと思った時にこのねグレーカードを使うと本当に発色が良かったり整えられたりするので、ぜひね持ってない方はおすすめします。で多分金額がだいたい2000円ぐらいで、これがこれ半分切ったんですけど、これが1枚もので2枚入ってます。なのでこれが4分の1ぐらいですかね。なのでまあこれ半分で500円ぐらいのものになってます。でこういうね入門用カメラ Z30 を購入した時にも、まあ、初めてのカメラだしそういうこだわったものいらないっていう方は多いと思うんですけど、まあ、もしね気になった時はぜひね購入してみてください。一応こちらはね下の概要欄に Amazon リンク貼っておきますので、ぜひね購入してみてください。それではカメラをね切り替えようと思います。今の撮影がニコンの Z6II のポートレートモードで撮っておりました。では切り替えていきます。続いては富士フィルム X-H2S で撮影してます。最近の僕の中のメイン動画カメラとなっておりました富士フィルム X-H2S で撮ってます。で初めてのねスタンダード撮影なんですけど、発色はどうでしょうか。僕もねこの撮影時点では確認できてないので、初めての撮影となってます。先ほどまではねまず Z30 で撮って、続いて Z6II で撮ってました。で色の発色ホワイトバランスに関しては先ほどお伝えしたこのねグレーカードでこちらも調整しております。どうでしょうか、発色具合はどうでしょうかね。はい、で富士フィルム X-H2S は F ログ撮影というものがあります。で、F ログ撮影の1、2があって、この X-H2S から F ログ2っていうものが使えるようになって、僕は F ログ2でよくね撮影してました。っていうか動画はね F ログ2のみで撮影してたんですけど、デメリットとしてISO が1250が下限の撮影方法となるので、このね室内環境だと結構ノイズがね気になったんですよね。ただ今撮影使ってるこの X-H2S の、スタンダードっていう標準的な画質のモードでダイナミックレンジを選べるんですよ。一番下のところか2番目のところ、2段階のところ、3段階のところみたいな感じでダイナミックレンジを3つ選べます。で僕は写真の時もそうなんですけど、一番上のダイナミックレンジ400っていう項目で撮影してました。で今回はね動画もそのダイナミックレンジ400で撮影してます。理由としてフルサイズセンサーカメラ、フルサイズミラーレスカメラ機同等ぐらいのダイナミックレンジ、明るさと明るいところ暗いところね階調表現がダイナミックレンジが明るいところ暗いところのダイナミックレンジの表現がフルサイズカメラ並みのトーンだったので、本当にね APS カメラと思って使ってなかったぐらい、そのねダイナミックレンジ400っていうモードがすごい良かったので、今回ね DR ダイナミックレンジ400で撮ってます。まあ本当にね APS カメラと思ってないぐらいそのねダイナミックレンジが広いので、トーンがね綺麗なのでこの DR400 で撮っておりました。はい、ということで今現在がね富士フィルム X-H2S で撮っております。では切り替えていきます。続いては富士フィルム X-H2S のままなんですけど F ログ2の撮影で撮ってます。コントラストサイドがね薄い状態で撮って後編集で調整してます。ホワイトバランスに関してはこのねグレーカードで調整した状態となっています。はい、発色はどうでしょうか。先ほどは富士フィルム X-H2S のスタンダードっていう標準的なモードの DR400 っていうもので撮っておりました。 ISO がさっきは640で今現在は1250となっております。発色はどうでしょうか。ノイズとかねこの辺りと比べてどうですかね。で続いてはね最後ソニーアルファ7-4で撮っていこうと思います。はい、それではね最後アルファ7-4に切り替えています。先ほどはね X-H2S 富士フィルムのカメラを使ってね撮っておりました。で設定としてポートレートモード、クリエイティブルックのポートレートモードっていうのを使っております。このねニコンのピクチャーコントロールのポートレートモードとちょっとね合わせて撮影をしているんですけど、発色とかはどうでしょうか。で今までねこのソニー α7-4 もログ撮影ばっかりしてきたんで、このねポートレートモードとかそのあたり標準的なモードで動画を撮ることがなかったので、僕もねちょっと気になっている項目となっております。発色はどうでしょうか。で最後にねソニー α7-4 の S ログ撮影をやってみようかなと思います。
はい、それではね、ソニー α7-4 の S ログ撮影に切り替えました。で、設定としてちょっと今回ね、このソニー α7-4 が一番ずるいんですけど、20mm の単焦点レンズを使っております。で、20mm の単焦点レンズを APS モード、スーパー 35mm モードっていうのが使えるので、カメラ、ソニー α7-4 のスーパー 35mm モードで 1.5 倍の画角にしてます。なので、換算 30mm、フルサイズ換算 30mm の、ね、画角で撮っております。で、富士フィルムのね、X-H2S と ISO、ISO 感度を、ね、合わせるということで、1250で今撮影をしております。ノイズとか画質の違いどうでしょうか？結構この比較気になってる方多いんじゃないかなと思っております。はい。まあ、こんな感じでね、一応4台の比較を撮ってみました。あ、それと、ソニー α7-4 は S シネトーンっていうのがあるので、最後ね、それも試してみましょうか。では、ちょっと切り替えてみたいと思います。それではソニー α7-4 の S シネトーンに切り替えました。で、ちなみにこの映像は全部ね、一旦撮影が終わって編集中に再撮影をしております。こんな感じでね、編集をしてたんですけど再撮影をしてます。何が起きたかっていうと、露出オーバー、明るすぎて白飛びをしてました。なのでちょっとね、ちょっとだけ暗くして撮影をしてます。で、ログ撮影っていうのは明るいところ、暗いところね、広くがっつりダイナミックレンジを広く撮りますよっていうお話なんですけど、後編集で暗くもしたり明るくもしたりっていう幅があるんですよ。なのでちょっと明るめ、気持ち明るめ撮ってても下げれるんですよ。その方がノイズを抑えれたりとか、そういうメリットもあるので、ちょっと明るめで撮ってたので S シネトーンもそっちでいけるのかなということで、まあ、10ビットで撮ってるのである程度下げれるのかなと思ったんですけど、全然下がらなかったので、結構 S シネトーンは露出シビアなのかなという印象を受けました。一応ね、編集の途中なので一旦ね、この辺りの感想をお伝えしようと思うんですけど、やっぱりニコンの取って出しの発色かなり綺麗でしたね。なんていうんですかね、シャープっていうんですかね、すごい明瞭度が高いというか、それでもね、嫌味のないすごい綺麗な、ね、発色をしていたので、かなり良かったかなと思います。それではね、ニコン Z30 のカメラに戻しました。どうだったでしょうか？結構贅沢な比較になるんじゃないかな。Z6-2 に X-H2S、こちらフラッグシップ機ですね、富士フィルムで、ソニー α7-4。どれもね、現行機種にはなるので、まあ、全然ね、古い機種ではないので、かなり比較になったんじゃないかなと思います。で、今撮影使ってるね、Z30 の画質、やっぱりね、比べると、やっぱりどれがいいって絶対あると思うんですけど、ただ結構僅差だと思うんですよね。で、特にこの Z30 の価格を考えると、この辺りのカメラの定価と比べると多分3分の1くらいのカメラの本体価格になって、この画質なので、僕はね、かなり十分だと思っております。なので、まあ本当にね、入門カメラを始めたいっていう方以外にも、動画を撮りたい、動画を撮る必要があるっていう方も絶対いると思うんですよ。そのカメラをがっつりね、趣味としてやるじゃなくて、仕事としてとか、どうしても何か撮影しないといけないっていう方にも、この Z30 ってね、こういうカメラ、こういうね、画質で撮れるカメラとなってるので、本当に今現状ね、取って出しの映像となってるので、なので本当に個人的にはね、かなりおすすめしてるカメラなので、まあ、ぜひね、この動画を参考にして選んでいただけたらなと思っております。で、一応補足なんですけど、この X-H2S とか α7-4 はちょっとずるくて、10ビットっていう色階調がね、多い設定で撮ってます。なので、そのあたりもこっちの2台はね、結構ずるい設定となってます。で、それとログ撮影をね、比較で撮ってみたんですけど、特にこのログ撮影って後編集が結構マニアックな作業なんですよね。もちろん、動画の編集ソフトはいりますし、ログ編集ができる基礎知識っていうのもいるので、購入してそのログ撮影してすぐパッとできるかって言われたら、結構難しいと思います。僕もまだまだ練習中で、まあ、最近になってね、本当にこのログ撮影がある程度自分の中でね、まあ、こうしようああしようがちょっとできてきたかなぐらいの感覚なので、まあ、本当にね、こだわると難しいので、まあ、ログ撮影最初にできるかって言われたら結構難しいので、まあ、やっぱりね、取って出しに多分大体の方はなっちゃうと思います。なので、ね、その取って出しの比較として見てもらえたらなと思って、今回ね、撮っておりました。はい、ということで、ぜひね、
どうしても動画撮らないといけないとか Vlog とかねしたいなっていう方にはぜひねこの Z30 おすすめなのでぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。はい、で一応ね最後あんまりねこれ紹介したくなかったので今回ちょっと押してるんですけど、このね銀一のグレーカードかなりいいのであんまりね他の動画でおすすめしてこなかったんですけど、僕はねこういうものを使ってこのね映像だったり写真だったり撮っているのでぜひね興味がある方は下の概要欄から見てもらえると嬉しいです。はい、ということでね今回は Z30 比較を撮ってみました。また今後もねこんな感じでニコンのカメラだったりカメラ機材だったり、あと僕はね香川県に住んでいるので香川県の撮影地とかねおすすめスポットの紹介とかもやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。でそれとチャンネル登録もね4000人5000人と伸ばしていきたいと思っているので、まだまだねこれからも動画を出していこうと思っております。はい、ということでね今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしね何かコメント残していってもらえる方がいればぜひねコメント残していってもらえると嬉しいです。はい、ということで今回ね以上です。では。